どうも、サンゴです。本日のお供はこちら、自分で入れたカフェラテです。コーヒー3、ミルク3、違う。コーヒー3、ミルク7の割合です。今回は冒険ランクを23にするのと、次のガチャの雷電様と水イケメンのために、経験値本を集めておくことと、あと、ガチャのために原石も集めておく。バック！お、アヒルが集まってきた。アヒルだ。え、かわいい。食べてる。すごい。ちゃんと食べてる。あなんだ ?12、12、12、12、12、12、12、12、12って出てくんだけど、なんで何もしてないのにダメージ食らってたんだけど、敵が。こいつ一体だが、ここは八重神子様のウルトを見せつける。神道の権限。はい。毎日任務をさ、本当に毎日やってる人っていいのかな？毎日任務を本当に毎日やったらさ、原石何個ぐらい貯まるんだろう。報酬、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 報酬。スメール出た、スメール。この間私配信でさ、この新しい国開けたからさ、探索派遣もさ、行けるようになってる。でもどうしよう、どれがいいのか全然わかんないな。これでいっか。いや、こっちにしよう。経験値もらえて、かつ、原石いっぱいもらえる。これやる。キャサリンと会話する。キャサリン、キャサリン。キャサリンってお前か。え、もう任務完了した？早っ。キャサリンと会話しただけで任務完了しちゃった。これ行こう。大根犬の野菜スープ渡すだけで良さそうだから。わあ！私も食べていいの？え、てかさ、めっちゃ美味しそうじゃないこれ。マジで。なんかさ、前回の配信でさ、原神の料理を再現してる人がいるって言っててさ、これ食べてみたいな。いいじゃん、この景色と、この美味しそうな料理と、最高だね。いいな、私もこんな景色のいいとこで料理したいじゃなくて、こんな景色のいいとこで料理食べたい。よーし、クリアー。あ、いいな、やっぱリーユエのさ、リーユエの付近の音楽、なんか今日ダメだな、今日全然喋れないな、なんかちゃんと。よし。今までやってこなかった世界任務が着々と終わっていっている。伝説任務行こうかな。伝説任務行こう。放浪の領土。おっと？まずいぞ。囲まれてるぞ。まずいぞ、でかいぞ。めっちゃでかくない？え、めっちゃでかくない？おどちら様ですか？え、どちら様ですか？ちょっと待って、かっこいい。お前たちは誰だ？いや、マジさ、原神のさ、キャラクターさ、声みんな良くない？マジで同じ人が喋ってんのかっていうぐらいみんな濃いんだけど。騎士団に。騎士団に友達いる？なんだぞ、誰だ？名前は？俺。お前の名前じゃない。聞きたかったのは、君の名前じゃなくて、その友達の騎士団の名前だったんだけど。覚えやすくていいね、レザー。騎士団とは関係ない。漢字じゃないから助かるわ。八重神一子。狼に育てられた子供。狼人間だ。彼らに怒られた。お前たち助けるために待ち伏せバレた。イノシシ逃がした。ちょっとよくわかんない。どういうこと？騎士団の友達が手伝うと、いつも狼が腹すかせる。どういうこと？さっきからこのレザーくんが喋る言葉がちょっと私には理解できないんですけど、人間なもんですいません。下流の罠はイノシシを吸い寄せることはできませんが、イノシシはキャラから離れようと逃げるため、この特徴を利用して罠に近づいてもらうと、より、あー、なるほど、オッケー。でも私もあれだわ、獣肉3枚持ってるっぽいわやんなくてもいいっぽいわ。赤い熱い女の子。赤い熱い女の子。あ、その友達よりやる。アンバーだ。アンバーと友達なんだ、レザーくん。彼女なら山を燃やす。いや、そうだ、絶対アンバーだ。もし捕まえない。なんかさ、アンバーとレザーくんが友達ってなんかすごいね、すっごい気合わなそうだけど。
アンバーアンバーアンバー、レザーくんのこと教えて。放浪寮にいる男の子は知ってるか？ん？アンバーの友達だろ？誰のことだろう？え？おかしいな、忘れちゃったのか？パイモンちゃんこそ、もしかして、どこでも食べたの？一方通行な思い。ごめんね。何のことかわからないよ。やばいじゃん、レザーくんストーカーやん。あれ見て、襲われてるみたい。あら、助けないと。やめないかー。八重神子様のお叱り。内向意図美しきかな。今日の昼前、清泉町が狼の群れに襲われたの。マジかよ、レザーくん悪いやつなんか。いた、レザーくん。ここ友達じゃないの？赤い熱い女の子。知らない。赤いけど、あの子ほど熱くない。え？アンバーじゃないの？他にさ、騎士団でさ、と言った赤い熱い女の子なんかいたっけ？悪意を感じる。ルピカは運命の家族。狼が人を受け入れ、人が狼を受け入れたらルピカだ。わからん。難しいな、レザーくん。レザーくんと会話できる人いるのかな。あら、狼だ。彼だ。あの人たちに捕らわれた。かわいい。かわいい狼。とりあえず、なんかこの土地の主がいて、そいつに合わせるからついてこいって言われた。神秘的な場所に着きました。パパとママはどうした？うざ。忘れちゃったのか？めっちゃうざいな。なんだこいつ。やめて、レザーが口下手だからっていじめるのか？そうだそうだ。創造師、あ、あ、やば、使える、レザー。この北風に捧ぐ供物の主とは。やばい、レザーくん使えるよ。我が一族に飼いなすだけでなく、アビリティは、アビリティは、あ、かっこいい、アビリティかっこいい。ちょっと待って、あ、待って、え、全然聞いてなかった。何？何だって？なんか怒ってたよね、でも。怒りを。あー、かわいい、かっこいい、戦いたくない。あ、それ後ろ、背中乗せて、それ背中乗せてさ、この原神の世界を飛び回らないか、一緒に。ねえねえ、見て。うわ、かっこいい、いい。待って、かっこいいこいつ。あ、何それ、レザー君。あ、レザーくんもめっちゃかっこいいことしてんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろやばい。頑張れ、レザーくん。うわ、ちょっとレザーくんだいぶやばそう。レザーくんだいぶやばそう。行こう、レザーくん、行け。オッケー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 、ナイスです。オッケーオッケー、ナイスです。いいよ、レザーくん頑張ろう。オッケー。ちょ待って、マジでかっこいいこいつ。ちょ待って、私こいつ使いたい。こっち使いたいんだけど、私こっち。なんで、ボレアスさん使いたいんですけど。ボレ、あ、ちょっと待って、レザークやばい、レザークやばい。あ、ぼぼ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 。うわ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、何それ。いやー、あ、あぶねー。怖っ。え、待って、かっこいいけどさ、え、待って、かっこいいんだけどさ、ちょっと強いぞこいつ。どうやって戦ったら、おら、どうやって戦ったらいいのこれ。え、ちょっと待って、怒りを沈めてくれ。かわいい、マジでかっこいいし、かわいいし。こいつ使いたい。主にその意志があれば、我のところへ試練を受けに来るといい。試練を受けに来るといい。なんだと。使えるんですか、私。我が言いたいのはこれで全てだ。縁があれば、また会おう。レザー、そして見知らぬ人間よ。
レザー君のウルト見たかった。レザー君のウルト見たかったな。これがあれかな、もしかしてあの訓練ってやつ。あ、本当だ、試練開始でできる。いつかやってみたいなこれ。はい、ということで冒険ランク23に無事行きましたので、次回の動画はこちらのメインストーリー進めていきたいと思います。ということで本日はこの辺で、さよなら。ではコメント返しいきたいと思います。仕事でリアタイできなかったのでアーカイブで拝見いたしました。ありがとうございます。サンゴ様も次の雷電将軍とアヤットってものかな、ガチャ引かれるのですね。私も次のガチャを狙っていて、ちまちま世界任務等を消化しております。すり抜けたとしても旦那様が来るといいですね。ガチャ動画楽しみにしております。健闘を祈ります。ありがとうございます。ということで私は次のガチャの雷電様と水イケメンを狙ってます。おそらく1月2日か3日に配信か動画であげようかなと思ってるんですけど、どっちがいいかな、すごい悩んでます。ぜひどっちがいいか皆さん教えてください。